なんか鳥が急に飛んできたかな。びっくりしてんで鳥。じゃあ鳥。だから急に降ってきた。何？しかもなんかスズメでもない。何これ？ジャビ下や、気づいてない。ジャビ下や、下そこどっか痛くなったのかな。え、うん、こうやって見ちゃう。何？急にバタって言って降ってきたな。何こんなところに。ジャビ多分びっくりしたな。こっちに落ちてきたんかな。落ちてきたんかもしらん。違うけど、こっちからピュンって風のせいねが。雨宿りかな。なんでさっきがずっと雨宿りじゃん。お父にやったかな。じゃあどうする。じゃあどうする。どうしよう。ちんとどうする。これ置いといた。ちょっと置いといてみる。お母どうすることもできんし、ここ開けたらお家入ってこれするしな。ちょっとそれはやばい。ちょっとそれツンツンしてる場合ちゃうで。じゃあびっくりしたな。バサって言ってな。してみる。こら。ちんとん早くお着替えしてください。乾かしたら休憩してるだけかもしれへん。うん、せえ。うん。どこゲームみたいなのかな。なんか分かれへん。いや。何て言ったの。一番。やられた。なんじゃび。ジャビもお困りやな。ちょっと幼稚園の準備があるので、終了します。ぽちゃん寝起きでご機嫌です。おお。ジャビスケはぐうたらしとります。起きろーって言ったら、起きろー、起きろーって、ほら起きろーって。ギリギリを取っていくね。リモコンかい。お、いたいた。うん、ちょっと前に。なあ、ずっと寝てんなこん。大好きふーちゃんです。ジャビスケ。
だ。おー、突然に起きる。あれですか。くんくんくんじゃないよ。ごまかしたな。なんで。それ違うよ。やめて。ちょっとやめてよ。紙袋あさらないでください。うえ、パンチとかやめて。やめてよ。何してるん。ジャビ、ちょ、顔突っ込むの禁止。やめて。こっちも食べるな言うてんねん。